久保さん、おはようございます。いやー、昨日ね、飲みましたね。一杯ですけど。<laughs> メンバーシップね。まあ、あの、メンバーシップはね、あの、セグメントができるって男ですね。まあ、まとめると。うん。やっぱ、あの、ただお酒を飲むという、ただ、ただそれだけに集まってくるので、それだけでいいっていうね。そう。 なんかこう、テーマを決めると、そのテーマじゃないとダメじゃないですか。じゃあネットビジネス、オンラインサロンみたいなね。じゃあネットビジネスの話をして、一応話しないとね、その入り口なんで。だからね、お酒飲みって何でもいいんで、酒の、ただ酒飲んでれば、完結するっていうね。<laughs> そう。うん。まあ、あとね、今、やっぱあの、ね、コロナで、なんだろうな。 僕はいいなと思ったのが、コロナで、まあ、もう緊急事態が7都道府県ですか発動してんのかなまあ、間違ってたらあれだけですけど、まあ、飲食店とかに行けないとか自粛とか、まあそういうのがあるので、まあちょうどいいんじゃないかなというとこでございますね。うん。で、あとはやっぱ、やってみるだけですね。うん。やっぱ、 僕はもうメンバーシップもらった時にもう完全にやるって決めてたんだけども年末ドリアカのセールスがあったんでじゃあ来年だなと思ったんですけどでお正月とかもお正月セールとかもやってある程度やりきって売り切った後にやりましたねはい有限実行っすねだまとめると有限実行すかね <laughs> やると決めたらやるとうんでも多くの人ってやるって決めてもね なんか、元旦に決めたことを、をもうできてない人って多分いると思うんですよね。久保さんどう思います元旦に、今年はこんなことやるぞって決めて、今、18日だけど、もうできてない人いると思うんですよね。うん僕は、あの、去年の元旦に決めたことを、今もやってるんで <laughs>、ブログですね。<laughs> 去年の元旦に。ただね、一個で、まだできてないところがあるんですけど、それが、 去年、来年からやろうって決めて、去年、去年のいつぐらいかな。僕、もう一個ブログあって、でそこ、もう一個のブログつく、あ、書いてないんですよ。で、それをやろうって決めてるんですけど、なんか、重いんですよね、腰が。うん。なんかね、それはね、やりたいかやりたくないかっていうと、あんまやりたくないことなんですよ。うん。なんかさ、吉谷拓郎公式ブログは、まあや、やりたい方なんですよね、どちらかというと。まあ、自分の、 思想なんでですよでその R34 マガジンのブログ版ですよね。それは、なんかその、なんだろう、本当の自分じゃなくて、演出をしていくブログなんですよね。まあ、その、あとはなんだ、アフリエイトに誘導していくとかね。だから吉谷卓郎公式ブログは書きたいことを書く。で、R34 マガジンブログはそのアフ、その、差別化しないという2つの意味がないので、まあ、アフリエイトをしていくっていう、完全にね。 そう。っていうコンセプトで、あれなんですけど、やってないですよね。まあ、あんまやりたくないっていうね <laughs>。あ、もうこれね、でもね、やりたくないんですけど、いや、どうしようかなーっていうところですね、今。でも言っちゃったしなー、でも。うん、まあ、でも毎日は書かないですけどね、そこをね、や,やったとしても。うん。あそこは今、すごい模索中です <laughs>。なんかもう、もう、 でもね、ドメイン取ってね、もうね、5、6年経つんですよね、それ。r34.biz っていう取れたんですよ。めちゃ短いドメイン取れたんですよね。r34.biz って、び、すげえな、みたいな。r34.biz みたいな。まあ、.com とかド、あの、ドットコムとか、ドットネットは誰かが取得してて取れなかったんですけど、biz だけ。biz だけ本当に開いてて、すげえ開いてる、みたいな。 ここどうしようかなって今、まあ今年の課題ですね。はい。まあでもやり始めたら多分できると思うんですけど、このやり始める前までがね、ちょっと重りですね。やりたくないことっていうのはあんまり。やりたい、やろうって思ってることは、どちらかというとやりやすいんだけど、やりたくないと思ってることは、やらないとやら、始められないっていうね。でもやるまですげえ、なんか、あ、う、あ、ん、みたいになるんですよね。 だ動画もやって、吉谷拓郎公式ブログは毎日書いて、なおかつもう一つブログ書くってやんと、結構ね、重圧があるんで、うん、ただまあ、やってみることは大事なんだけど、うん、なんやろな。やってみることは大事なんだけど、 やる何をやるかを決めることも大事かもしれないですね。だからこれを決めてしまったら、まあでもな、どうなんだろうな。やればやりたくなかったけど、面白くなるかもしれないですけどね。うん。だから僕がイメージしてるのは、ちゃんと、あの、ブロガーみたいに書いていって、レビューとかも写真とかバンバン撮ってやるっていうとこなんですけど、どうしようかな。 一週,、まあ、週間に一記事ぐらいで考えてるんですけど、まあ、この動画を撮りながらコンセプト決めていくっていうね <laughs>。うん。あ、そうだ。あ、そうだ。久保さん分かった。<laughs> 動画撮りながら決めて。そうだ。ちょうどメンバーシップ始めたから、メンバーシップのこんな、あ、今日はこんなことでしたよっていう、あ、そのアウトプットでいいっすね。で、メンバーシップはこちらみたいな。 あ、それ決定っすね。決定。<laughs> よし。続きを書こう。<laughs> 今日やります。決まった。ちょうどメンバーシップにつながる。そ,その R34 マガジンは何かそのアフリエイトというか何かにつなげるんですよね。で、吉田拓郎公式ブログは全くリンクがないんですよ。記事に。ブログの1記事に対してのリンクが、もう、1個もないです。1個も。多分、ブログ記事で、 記事の中に一つもリンクがないブログの記事って結構珍しくないですか多分ね、僕あの、もう五百記事、トータル500記事ぐらい書いてるんですけど、500記事の中でリンク一つもないんですよね。だからそれはそういう風にしてるので、記事に何もリンクないっていう。R34 マガジンは落とし込みはメンバーシップなりましょうみたいなね、アフリエイトですね。アフリエイトというか紹介。これでいいな。はい。まあじゃあ、まとめると。 やりながら決めろっていうことですね。いってらっしゃい。